どうも赤牛赤崎聖男赤牛マシマシでーす、はい、ということで、はい、なぜそばにラー油を入れるのか。出た、池袋出ました。別名池袋ミブと呼ばれるお店ですね。ミブね。はい、池袋が本店なの。本店なんです。そうなんですよ。ということでスペックを見ていきますが、うん、池袋駅から西口だね、ちょっと歩く、10分歩きますが、もともとですね、なぜそばにラー油を入れるのかというのはこれキャッチコピーだったんですよ。でミブというのが本当の名前だったらしいです。ちょっとややこいけどね。そう、サブタイトルみたいな形だったんですね。そっちがメインになっちゃってる。メインになっちゃってる。で、ミブというのはですね、創業者のミブさんの名前を取ってると。で、新選組のあのミブの狼とはね、これ関係がないということでね。ミブロね。ミブロ。私は何か関係があると思ってたのに関係ありませんでした。ないんです。ミブさん。雰囲気あるもんな、看板もなんか。そうだね。あのカレーは飲み物とかと同じ会社です。あ、そうね、近いもんね、めっちゃ。なるほどね。そうそうそう。そうなんですよ。そして基本メニューいきましょうね。肉そば、鶏そば、わーありますけど、この黒カレー肉そばなんてのも美味しいんですよね。結構美味しいです。黒カレー。黒カレーも。ね。鶏南蛮、肉南蛮。お酒、トッピング類。あと、あったかいのと冷たいの種類はこれよく確認してください。あるやつとないやつと。そうそうそう。はい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 。私はキムチぶっかけを、これ選択しているよということで、こちらになりますね。大丈夫かこれは。大丈夫。見てください。ラー油少なめの、揚げカス少なめで、ネギと海苔が大盛りということで。一応欲しいよ、欲しいんですね、やっぱ。まあそうですね、やっぱ盛りたいですね。少しずつなんか規制を緩くしてってる感じが。別沢海苔大量にくん乗せました。実際のデフォルトの量は右側ですね。なるほど。はい。まあこんな感じでマシマシにしてますけども、もともと鰹節魚粉大量に入ってまして、ネギとかごまもめっちゃ入ってますね、中にはね。で、生卵がサービスという、トッピング天国というお店なんですね。はあ、お店という外ですかこれ。あ、これね、お外です。はい、中も外もあるっていう。そうですね。辛さ控えめの、酸味平均。これ日本人向けなキムチを採用してるかなと。つまりそばに合いやすいということですね。そうなんですか。あまりに辛いとちょっとそばを殺しすぎちゃうかなと。ほー、あんまそばでキムチって食わないですね。まあまあまあそうっすね。まあキムチとね、韓国海苔ってのも一番合う相性ですけども、じゃあ普通の海苔っす。なるほど。まあ当たり前ですけど、まあめちゃめちゃパリパリ海苔ですね。あ、いいですね。いっぱい用意してあるとね、ちょっと湿気がちになるけどパリパリです。はい。まあ戻します、一回ね。一回別皿で来てたのを、いや、持って、で、戻す。やっぱり戻しました。はい。で、そば250、300、350とありますが、冷やしの場合は無料じゃないんで、大盛りが。100円プラスの。そう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 。あ、これぶっかけの場合ね。あ、はい。で、強い弾力が魅力的なぎゅちむちそばということで、はい、デフォルトの鰹節魚粉とね、この噛み締めながらこう風味が美味しいよというそばですね、これね。すするというよりですね、はい、すごい歯ごたえがあるんで、はい、こうなんというか、噛みつきながら、こう、手繰り寄せる感じで食べることになるね、このそばはね。じゃあ食べ応えがなんか増す感じですかね。あ、いいっすね。やはり、二郎に近いものがあるような気もします。そうなのかな、なんか、歯応え的にも。ここで入れるわけか。はい、ここで入れてみます。はい。まあ、お好きな方はダブルでもトリプルでも、カゴみたいなところに入ってて自分で持っていけるんで、セルフみたいな感じで。まあ、お残し禁止で好きな分取ってほしいですよね。まあ、でもとろみ、甘さ、これ全然違う風味になってくるんで、マイルドなマイルドな。つゆをね、後からこう押してくれるような味がしますね、生卵はね。と納得していただけましたが。いやいや、そうね、納得しちゃった。追加のりね、追加のり。この海苔ですね、もう後々ずっとこの味を吸ってくれるんでね、おすすめですよ、パリパリの後は。海苔自体にも味が。ひたひた海苔で。うわ、ネギ。そう、60円ですよ。60円。絶対足した方がいいですよね。絶対うまいね。ネギ好きはもう本当に。これ値段で見ますからね。60円。ね、お得ですよ、つって。キムチ成分ね、シミと汁で。ネギキムチそば。ということで、ジャンクに見えるけど健康的ですよね。確かに。お野菜ですから全部。発酵食品も入ってる。そばは野菜じゃないけど。まあ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 。そうですよ。あ、そば湯ね。そば湯。ね。スープバーみたいな釜に入ってるんで、取ってください。で、魚粉、これ足せるんですね。これをセルフで足して、そば湯オンリーで飲んでおります。あ、ほう。汁はもう飲んじゃってます。はい。もう飲んじゃってます。もう飲んじゃってますね。とろみがあるんで、熱さ強め。12月の照らしすぎてもですね、非常にホット。リミット。ね、チームちょっと出ちゃいました。ホットでいいんだな。で、そばにラー油を入れるのはなんでかなというね。ああ、確かにな。これね、この疑問。先にラー油を口
ちをね、はい、すっごい辛めに含ませておいて、そば湯が生きるという仕組みになってんじゃないかなと。あ、そうなんですか。だからなんですか。そうと思いましたもん。あ、独断で、ね、87.2 のハイカラレベルというね、はい、大変美味しかったですということですけども、いや、そうそう、そば湯がだから、うん、そのまま飲むとそば湯だなって感じだけど、うんうん、リセットしてくれるという意味ではね、すごい、もう何ていうか清水みたいな効果あるんですよね。清水ですか。すごいリセットしてくれるんですよね。おなるほど。ちょっと関係ないけどいいですか。はい、猫がパン漁ってます。あ、嘘。あ、やばいやばい、はい、ちょっと緊急脱出。あ、やばいやばい、緊急脱出です。やばいやばい、こんな食ってない。1枚、あ、もう一枚あんだよ。もう一袋。お前ら、あ、俺、ごちそうです。